ファフルッティ・ニブラーヒーム・イラーキーは、イランの神秘主義詩人。1211年、イラン中西部の町ハマダーンで、イラーキーは誕生する。イラーキーは、学者の家の出身で、幼少期から才覚を発揮していた。17歳の時、イラーキーは町を訪れていた神秘主義者の遊行像の、一段に加わっていた少年の美しさに魅了され、恐竜を捨てて一向に加わり、 このことが彼が神秘主義に進んだきっかけだと言われている。インドのムルターンにたどり着いた、イラーキーは、スフラワルディ教団の階層バハアウッティーンザカリーヤーに25年間支持し、ザカリーヤーの娘をめとる。イラーキーはザカリーヤーから後継者に指名されるが、なので主たちから妬まれ、ムルターンを出て、カイロメッカに向かった。1267年、68年にイラーキーは、 アナトリア半島のルームセリューク町の首都コンヤを訪れ、神秘主義者、イブン・アラビーの直弟子である、サドル・ティンクーナウィから抗議を受けた。保護者である貴族、ムイーヌ・ティンが没した後、イラーキーは今夜を去って、エジプトのカイロに向かった。カイロでは、マムルーク朝から工遇され、その後、イラーキーは、シリアのダマスカスに滞在する。 イラーキーはインドで儲けた息子カビールティーンとダマスカスで再会するが間もなく病にかかって没し、彼の遺体はイブン・アラビーの墓のそばに埋葬された。少子、女女歌、四行詞、女字詞など約5900句が収録されたイラーキー詩集、神秘主義思想について述べた三文、先行、女字詞、熱愛者の書。 恋人たちの書がイラーキーの作品として知られている。イラーキーは情熱的なガザルで名声を博し、刺繍の大半がガザルで占められている。その中でもイブン・アラビーの思想体系に連なる宇宙生成感愛をテーマにしたガザルが高い評価を受けている。28の作品からなる選考はイラーキーの主張に数えられており、クーナウィーが論じたイブン・アラビーの 英知の台座に衝撃を受けて書いたものだと言われている。先行では愛の理論について述べられているが、その内容は難解であり、15世紀末にティムール朝の詩人ジャーミーによって注釈書が記された。ありがとうございます。